7人組グループセブンオーダーの森田ミュートが6月14日、同日付で脱退すると発表。彼らはかつてジャニーズジュニア、うちユニット、ラブトゥーンとして活動していただけに、ジャニーズファンの間にも動揺が広がっている。森田は同日、公式サイトなどで脱退のいきさつを説明。それによれば、2年ほど前、から周囲にグループを辞めたいという意思を伝えていたが、 メンバーから引き止められていたそう。しかし、何度も話し合いを重ね、この度脱退に至ったとか。今後については、自身の表現活動を追求しながら、かねてより取り組みたいと思っていた騒がい者支援などをはじめとする社会活動に取り組む予定としており、表だった活動の有無は不明だ。ジャニーズ在籍時は、スノーマン、ストーンズ、トラビスジャパン、 ミスターキングとプリンス、後にキングプリンスとしてデビュー、と並ぶほどの人気を誇っていたラブトゥーン。しかし、2018年から19年にかけて全メンバーが退所。その理由については、事務所との契約内容についてメンバーがすぐに同意しなかったところ、次第に礼遇されるようになったからと一部で報じられた。その後、同じメンバーで、7オーダープロジェクト、 を指導し、自主レーベルから楽曲をリリースするなど精力的に活動。21年にメジャーデビューを果たし、今年はアルバムをリリースしたほか、4月から全国ホールアリーナツアーを開催し、全16公演で延べ6万7000人を動員したばかりだ。そんな活躍ぶりから、ダブルコートやめじゅ、の理想系、と言われてきたセブンオーダー。 突如発表された森田の脱退に対し、ファンの動揺は大きく、今月14日にはツイッターで、ミュート脱退、などの関連ワードが複数トレンド入りしていた。加えて、森田が2年ほど前から脱退を考えていたことが明らかとなり、メジャーデビュー直後から辞めたいって思ってたの。とショックを受けるファンも目立つ。そして、森田の脱退に伴い、 メンバーそれぞれがコメントを寄せているが、中でも安倍アランの意味深な文章が怖すぎるとファンの間で話題になっている様子。安倍は7人で始めた僕らのグループ、セブンオーダーは僕の中では終わりです。今まで皆さんの大切な時間を僕らに費やしてくれて本当にありがとうございました、と投げやりにも思える文章を綴っているため、剣嵐くんまでいなくなったりしないよね。 とファンを不安にさせているようだ。一方、先月25日、ジュニア、うちユニットのインパクターズがジャニーズ事務所から一斉退所今後、彼らは同事務所元副社長、滝沢修明氏と南からの形で合流し、7オーダー同様に同じメンバーで再指導するものと予想されている。現在、インパクターズメンバーの再デビューを待ちわびるファンは多いが、 今回の森田の脱退発表を受け、こういう悲劇もあるってことを忘れてた、インパクの今後が怖い、とネガティブになるファンは少なくないようだ。現状を、森田ミュートのいないグループの形をどう作っていけばよいのか、6人は模索しております、と説明しているセブンオーダー。ファンクラブや SNS の更新はしばらく、お休み。 するというが、果たして今後どんな活動を展開していくつもりなのだろうか。